新ちゃお、どうも覆面トレーナーイサムです。いつもレッスンで、そして動画を見ていただいてありがとうございます。今日もですね、ちょっと質問にお答えする動画をですね撮ろうと思います。というのも、僕たちアクションスタイルは結構こう手分けしてですね、いろんな SNS を上げてたりして、まあ Twitter だったり Instagram だったり Facebook だったりとか、あとノートとか、あとブログを書いたりとか、しておりまして、いろんなとこから、質問を、いただいたりしてまして、なかなかこう質問にお答えする動画っていうのを全然撮っていなかったので、またちょっとずつ、溜まっていたものに対してお答えをしていこうと思います。で、今回の、質問というのが、ストレッチはどれぐらいやるべきですか、それからいつやるべきですかというような、ご質問をいただいたので、ストレッチに関しての僕が思う話をしたいと思います。まずもう率直に答えるとですね、まずどれぐらいやるかっていうことに関してですけれども、まあ2分ぐらいがいいんじゃないかなと思います。やりやすいという意味です。例えば僕がこの質問いただいたのは、このストレッチの動画を、見ていただいてます。このストレッチの動画はだいたい5分ぐらいあります。じゃあちゃんとやろうと思えば、もちろん長くできるし、いろんなストレッチがありますので、いろんなストレッチをやればもちろん時間は長くなるんですけど、時間をねギュッと凝縮させて、毎日やりたいっていう場合は2分ぐらいあれば、十分だと僕は思います。で、いつやればいいのかということに関してはですね、僕は、お風呂上がりをおすすめします。まあそういう方が多いと思います。やっぱりお風呂上がりって何ていうのかな、体が柔らかくなるんですよね。なので朝一とお風呂上がりで、試してもらえると全然違うのが分かると思います。ってなると、まあどっちにやってもぶっちゃけいいと思うんですけど、お風呂上がりにやった方が自分こう柔らかいなっていう意識が、芽生えるじゃないですか。なので、そういう気分でやる方が僕はいいと思うので、お風呂上がりがいいと思います。はい、ここまでが、まあ、質問に対するお答えになります。はい、まずは2分ぐらいやれば十分ですよっていうことと、お風呂上がりがいいと思いますというのがお答えになります。で、僕が思うストレッチの重要なポイントっていうのは、やっぱり筋トレもそうなんですけど、じゃあまあ腕立て伏せでもいいし腹筋でもいいんですけど、楽勝で終わったらやっぱり筋肉ってつかないんですよね。楽勝で終わったら、だからきついな、うわもうできないなっていうところまでやらないといけないんですよ。でこれストレッチも同じようなことで、全然こう痛くないところでギューってやっていても、柔らかくなっていかないんですよね。体に、ここまで来たら痛い、でももうちょっと行こうってことをこう伝える作業だと僕は思ってるんで、例えばこうやってね開脚をしましたと。でポイントとしては、例えば開脚だったら僕はもう座った位置からちょっとグッと腰を出して、このもう座ってるだけで、ちょっともう張っている感覚がいいと思います。そこからこう倒していくと、張った状態から倒していかなきゃいけないので、そこのああここまでで痛い、ここまでで痛いからもうちょっとだけ行こう、もうちょっとだけ行こうってやるのがストレッチだと僕は思ってます。僕ももともとめちゃくちゃ硬かったんですよ、体。でもアクションを始めてね、高いキックがしたいとかっていう目的から、柔軟っていうのをねやるようにしたんですけれども、絶対柔らかくなるんでね、ぜひ続けてみてほしいなと思います。これも急に柔らかくなることはないんで、少しずつ1日ずつやっていくのがいいと思います。それから硬い方は背中がねこうやって丸まって、こう後ろにこうなっちゃうと思うんです。こういうふうに、これ、なんとか腰をですねまっすぐ、硬くていいんで、硬くてもいいので腰をまっすぐやるようにしてほしいこと。それからよくあるのが、顔がこうやって下に下がっちゃう、顔が下に下がってこういうふうになるではなくて、顔は前向きに顔を出していくようなイメージで、やってみてください。硬いのはしょうがないです、やってないわけなんで。硬いのはもう受け入れて、ここから柔らかくしていこうっていう思いで、ぜひやってみてください。はい、柔軟はそれぐらいかな。まあ、僕が、おすすめするのは、まあ、足とですね普通にこういう前屈のものと、それから足の裏合わせてね、これが硬いんだったらこれもやっといた方がいいと思います。それから開脚をして、こっちに倒すのと、こっちに倒すのと、こっちに倒すの、はい、これぐらい、まあ、これぐらいだったら2分ぐらいで終わるんでね、ぜひ、頑張ってやってみてください。はい、
ということで、今日の質問にはこれでお答えできたので、ストレッチに関しては、以上となります。よかったらね、この動画だと僕と一緒にこう朝のストレッチができるんで、よかったら、試してみてください。ただいつも思うんですけど、動画を見てねやる方に対して、一つ言いたいことというのは、一緒にやってもらってですね、動きを真似するだけでは、効果は得られないと思っちゃってよくて、動きを真似ながら自分の伸びてるな、痛いなって思いながらやる必要がどうしてもあるんですよね。レッスンだったら僕が見て、これぐらいだな、これぐらいだなって、あ、ちゃんと痛いところに行ってるなってことが確認できるんですけども、この動画の場合は、そういうのを確認することができないんでね、自分で、あ、伸びてるなっていうのをちゃんとね感じながら、やってみてほしいなと思います。はい、それでは、今日の動画は以上となります。今、ちょっと筋トレクエストっていうのを、グループレッスンの中でやっていて、なんかこう、まあみんなでね協力して、すごいたくさんの回数の筋トレを1個決めてね、こうみんなでやっていくみたいな感じなんですけれども、これすごい面白くて、なんか筋トレをねこうみんなで、あ、俺先やりますみたいな、じゃあ俺こんだけやりますみたいな、なんかそういう手分けをしてね、こう得意分野とかに分かれてやってたりとか、して、すごい面白い感じになっていて、なんかそういうのも、やっぱり僕らが、提唱したいのは楽しく続けようよっていうことなので、なんかそういうのもね、また皆さんと一緒に、できたりしたら楽しいななんて思ってたりします。普通の筋トレはねすごく大事なんですけれども、そうじゃなくて、新しいね、もう楽しみながらできる、ものっていうのをどん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 考えていきたいなと思ってます。はい、ということで、まあ、この動画でもねちょっとずつこうなんかチャレンジクエスト動画みたいなものを上げても見ても面白いかなとも考えています。はい、という感じで、はい、これからもですね、少しずつ、動画を上げていこうと思います。動画にこう時間をたくさん、割くことが結構今難しくなってきているので、こうこれもノー編集でね、動画をポンって出したりとかっていうところだけで、やらせていただいていますけれども、少しでも、皆さんが、自宅で見ながらできたりとか、まあ、質問にねお答えしたり、何かこうね会うことなく、お伝えできることをねこの動画では上げていこうと思っておりますので、ぜひこれからもご視聴いただければと思います。はい、ということで、今日はストレッチのお話をさせていただきました。ありがとうございました。あなたの参加を待ってます。パーソナルトレーニングジム、アクションスタイル。